はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイシです。今回は This is a Police 72日目プレイしていきたいと思います。司会、ロジャーズ首相の元秘書を惨殺。ロジャーズ首相の元秘書惨殺される。司会3番目の犠牲者、33歳ジュディス・ピアーンというピアースということで、3人目の犠牲者が出てしまいましたね。まあ前回、刑事と警官1人ずつ殉職してしまっているので、プラド、家の配管が破裂か。まあ、じゃあプラドは休んでもらいましょう。シフト A の方が少しピンチになるので、シフト A の方に人を入れるのと、刑事も追加で入れなきゃいけないので、まずは何はともあれ警察署に行って、リクルートを行っていきましょう。シフト A と B があって、 A の方が今警官が、7人、刑事が3人です。で、シフト B の方はというと、刑事が、こっちは逆に9人いて刑事が3人か。ってことは、リクルートではシフト A の強化をしなきゃいけないね。シフト A の方にリック・ディンソンをシフト A に追加して、刑事の方はマーカス・イエセルを、これもシフト A に追加しましょう。で、殺人事件の方に人が出せるかというと、一人も出せないんだよね。彼らの事件を解決していかないと。今抱えてる事件をね。さらに今日はエース・プラウドがいないからな。不法ビジネス。電気屋のオーナーであるヘンリー・ハーカーは、2人の若い男がパソコンをガレージに集め、販売許可なく売っていると通報。奴らが私の商売の邪魔をしている。安い偽造品を作り、客を欺いているんだと。まあ、許可なくっていうことであれば、じゃあ、逮捕しに行きますか。不法ビジネスの方ですね。大きな音を立てながらガレージで作業中と。力強くドアをまずノックしましょう。パソコンの回路基板が散らばっているところに数人の学生が座って何かをはんだ付けしていると。何をしているのかなと、まあ普通に聞きましょう。これで犯人逮捕ね。OKOK。で、迷惑行為。洗面器を手にした女が市役所内に入り、トイレで洗面器にお湯を入れた。それをフロントデスクに持っていき、そこで髪の毛を洗い出したため、勤務中の警備員が警察に通報。その女の家は2ヶ月にわたってお湯が出ない状態が続いており、市が修理をしてくれないことに対して抗議をしていると。ああ、これ警官1人でいいんだ。クラシアンとかに電話すればいいのにね。市が対応するものなのかな、お湯が出ないことに対して。さあ、今、警官、刑事ともに、まあ、刑事は充実してるとは言えないか、事件抱えてるから。警官は充実してるんで、今だったら事件起きても対応できますね。即応可能です。なんか一時の事件ラッシュからは解き放たれてるな。通行人が車道の近くでドリルを危なっかしく持っている作業員に気づいた。その男はヘルメットを目深にかぶっていたけれど、あの顔を忘れないわ。すぐに例の歯医者だと分かった。これはもう完全なる誤報だ。無視しましょう。麻薬取引、ラストピクチャーシネマ。
映画館のレジ係であるムーディ氏は、移動販売車のようにも見える不審な車があるのに気がついた。もしかしたら麻薬の密売人が隣に越してきたのかもしれない。まあ一応警官出しますか。そしたら誤報だと思うけど。ガソリンスタンドでの暴行事件ですね。トラックドライバー、死んだゴキブリがサンドイッチに入っているのを見てひどく激怒。ウェイトレスの髪を掴んでテーブルに頭を叩きつけた。まあこれは確かに怒るけど、ここまでやるかな。どうなってんだってクレームは入れるけど、女の髪をこう叩きつけるまでやるかっていうとちょっと微妙だよな。まあ、観察しましょうか。まあ、麻薬密売人かもしれないって言ってたやつですけどね。お、バンの中で誰かが動いていると。麻薬密売人だったのかな、本当に。さあ、もう事件はいいぞ。こんな時間だ。終わりにしよう。エディーズバーガーでの嫌がらせ。隣のテーブルにテレビで見た凶悪犯がいると女性から通報があった。その男は自分の足を眺めていて、仕事用のバッグを肩にかけていた。バッグの中にドリルみたいなものが見えてたのよと。なんかこれも嘘くさいよな。まあ最後の事件でしょう。スワットチームを含めて出しましょう。郊外での不審人物の事件があるか。まだあるか、こんな時間に。夜、怪しいドライバーが運転するタクシーで家に帰ってきたけれど、そのドライバーは私の家の窓を見上げたまま立ち去ろうとしなかったと。ああ、確かに不審人物だな。スワットチームが戻ってくるのを待って派遣しましょう。スワットチームがまだ出せない。帰ってきてないのか。ああ違うね。スワットチームは今現場に着いたばっかりだから、2人で行ってもらうしかないわけだな。ゴーディーとウッタード大丈夫かな。で、嫌がらせの方はというと、まあ誤報だよね。で、殺人事件の方は、お、新たに2つか。まあ、ただちょっと写真がまだ足りないんじゃないかな。そうだよね。写真が集まったらやりましょう。二重殺人の方は新しい写真は見つかっていないか。これわからないんですよね。本当に。写真が多分まだ足りてないかなと思います。で、窃盗事件、こっちもわからないな。学生が美術館とうんぬんかんぬんのやつですよね。はい、じゃあ勤務は終了していきましょう。朝の7時から夜中の3時まで、毎日毎日大変だよな。はい、というわけで72日目いかがでしたでしょうか。次回は73日目プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。